はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回はタイムスリップ第3弾全選手能力徹底評価やっていきたいと思います。はい、ということで大変お待たせいたしました。毎回恒例の特別リアリティ評価動画でございます。今年はですね、通常選手の能力評価っていうところもですね動画化しておりますので、まあ、概要欄再生リスト等々からですね合わせてぜひ、通常の評価っていうところも見ていただければ嬉しいなと思います。でまあいつも通りではございますが、あくまでもゲーム内能力に対してのね選手評価の動画であって、現実の選手に対する評価っていう部分ではありませんので、まあ、あくまでゲーム内でのね考え方っていうところで捉えていただければいいかなと思います。で、今回ですね累計で確実に1選手獲得することができますので、まあぜひですねその累計やガチャで引いた選手だけ見ていただくのもいいですし、まあまだ累計等々終わってないよって方に関しては狙いを想像しながらね全選手見ていただくのもいいのかなということで、ぜひ参考にしてみてください。であとは、現時点で通常 S ランク登場しているポジションに関してはね通常選手との比較等々も、相変わらずやっていきますので、そこも参考にしてみてください。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございます。早速ですね評価の方やっていきたいと思うんですが、いつも通り評価特 A、B プラス、BC の5段階でやっていきます。でそれを決める上で5つの部門でそれぞれ5段階評価をしていきます。デフォルトの能力、小極めと能力、特殊能力、限界突破のしやすさ、自操作面ですね。で毎回言ってますが、自操作面の中にはリアタイの要素、小極含めた能力の部分には特殊の要素とかも含まれております。であとはおすすめの使い方、置くべき打順、つけたい称号、あとは投手に関しては球種の数だったり BQ 市場の数っていうところも合わせて表示していきます。であとはここもいつも通り同ポジション内でのランキング等々の比較ですね、もう合わせてやっていきます。はい、というわけでございまして早速やっていきましょう。まず1人目は西武松井稼頭央選手でございます。はい、こちらに関しては評価いきなりの特 A とさせていただきます。まあこれはもう納得ですね。デフォルトの能力に関しては総力型ではあるんですが、まあ現環境かなり貴重なオール A の能力でございます。といったところでデフォルトの能力と称号を含めた能力ともに、5という評価にさせてもらって、でまあこの松井稼頭央選手に関してはやっぱり特殊能力ですね。まあ超固め打ちも悪くはないんですが、まあ広角打法とかね、まあその辺がついていたりとか、あとチャンスとかっていうところがついていると、まあより評価的には高くなったのかなっていうところであるんですが、まあこの辺は4という評価にさせてもらいました。まあ使い方的にはやっぱりね足の速い選手というところで1番から3番あたりに置きたいなっていうところと、あとはまあショートでの起用ですね。坂本選手がいると迷うところかなと思うんですが、まあやっぱりこの松井稼頭央選手に関しては肩が魅力ですね。88の A というところすごい高い能力持ってるので、まあショートの深いところからの遠投でね、まあ一塁アウトにしたりとかっていうところがかなり、しやすい選手になるのかなというふうに思うので、まあそこはかなり強みかなと思います。でショートとのランキング比較に関しては、野手3捨てが第1位、総合6捨てが第1位、ともに1位というね、位置付けになっておりまして、比較を出すとこんな感じです。まあもちろん当然やっぱりね坂本選手と比べられるところにはなるかなと思うんですけども、一番は総力の差ですね。坂本選手の差は総力の差があるかなっていう感じです。あとはまあ裏捨ての部分でもね、坂本選手に関してはスローイングの能力が年々ちょっと落ちてきてしまっていたりとかっていうところもあるので、まあそういった部分で、まあ、守備賛成全体的に見てもですね差があることがわかるかなと思います。まあ総合ステータスに関しては合計476ということで、まあ今現環境だとね福留選手、タイムスリップ第1弾でも紹介しました福留選手が491というところでぶち抜いているんですが、まあそれに次ぐ第2位というね位置づけにこの松井稼頭央選手は全体トータルここまでのシリーズ1ではなっているっていう感じです。続いてソフトバンク本田選手でございます。こちらに関しては評価 B プラスとさせていただきました。まあここはちょっと評価悩んだ選手ではあるんですが、まあ称号まで持っていけてミート A まで持っていけるかどうかっていうところが一つ肝になるのかなと、そこで評価変わってくるところかなと思いました。まあこれがミート A 届かなかったら B 評価かなっていう感じであるんですけども、まあ総力型っていうところではね若干使いづらいところはもちろんあるんですが、全体的なステータスの数値的には悪くないよっていうところはお伝えしておきたいかなと思います。まあセカンドに関してもね適性はかなり高めで76の B っていうね適性になっております。で特殊能力に関しては盗塁20丸、チャンスメーカー、走塁という3つでございまして、まあ1、2番ですかね、置ければ1、2番に置きたいかなというところ、まあ内緒は9番とかでもね、面白い選手かなっていう感じです。うん、といったところでまあちょっと弾道の部分とか走力型っていうところ使いづらさありますが、まあセカンドの、選手が他になければ、まずは育成してオーダーに入れるのがいいんじゃないかなって感じですね。続いて楽天斉藤隆選手でございます。こちらに関しては評価 B とさせていただきました。まあここに関してはですね能力的な部分はやっぱり年齢の部分もあるんで、まあしょうがないかなっていうところ、まあ称号で QA に持っていける77あれば称号含めた能力っていうところはもうワンランク上がってきたかなっていう感じではあったんですけども、まあ76で QA は届かずっていうことで、こういった評価になってます。また、あ、凸のしやすさに関しても今回初登場 TS で初登場って感じなので一番低い評価になってます。ただまあ球種の部分でですねツーシームとフォーク含めた5球種持っていて、でかつ特殊能力で超大ピンチ20丸持ってますので、まあここが発動した時はね全体的に球種もうワンランクツーランクぐらい高くなるというところ
で、特殊能力と自走作面という部分は、高めの評価にさせてもらいました。まあただリーグの部分で考えていくとね、5球種で B 球種以上ゼロっていうのがちょっと辛いっていうところと、またステータスの部分でそこまで高い位置づけになってないので、まあ今回の評価は B っていう感じです。続いてロッテ大谷選手でございます。こちらに関しては評価 A とさせていただきました。ここに関してはですね、登場直後にリアタイ初使用動画っていうところもね、2日前ぐらいかなに出していると思いますが、上から4-5-5-2-4というね評価にさせてもらいました。まあ凸のしやすさに関しては現役通常のね A ランクをどこまで取っていたかっていうところで結構変わってくるかなと思うんですが、まあタイムスリップ自体は今回初登場ということでこういった評価になってます。で大谷選手に関しては称号でね、火の玉ボールをつけられると球威制球 AA での同値ですね、80-80での同値がいけますので、そこはかなり強いかなと思います。であとは球種の部分ですね、8球種持っております。これがめちゃくちゃリーグ的にはかなり強いかなと思います。でリアタイ的な部分でもですね、この間動画にそれこそ出しましたが、ツーシーム B とねフォーク、まあ、そしてその他もろもろね、強い球種も持っているというところと、あと特殊能力ですね、コントロール20-0にキレイタイピンチというね、かなりリアタイ向きの特殊能力なので、この辺も高く評価させてもらっています。でまあポジション内ランキングとかに関してもね、やっぱり高い位置づけになっていて、まあ現環境の中継ぎ陣だとかなり、高いかなっていう感じです。というところで今回の評価は A となってます。続いて日本ハム糸井選手でございます。こちらに関しては評価 A とさせていただきました。まあここはですね、上から4-4-4-5-4という評価でございまして、やっぱり一番はね、現役のもので限界突破ができるというところ、あとは特別リアリティ、それこそ今年エキサイティングとかも出ましたが、結構常連なので限界突破もしやすいかなということでこういった評価になってます。まあ起用法ですかね、一番悩むのは起用法で、他に現役でセンター2選手持ってるよって方とか悩むと思うんですけど、ただまあ両翼に置くのも全然大いにありかなと思います。レフトライトともに D 適性はあるので、そこはいいかなと思います。まああとはちょっと守備慎重なんで、まあそこが若干リアタイとかで使いづらいって思う方は DH とか、まあ、あとは代打代走どっちでもいけるみたいな感じで置くのもありかなと思います。あとは特殊能力超広角が一番は大きいかな。かなり、リアタイ猛者の方でも糸井選手使いやすいって言って一番とか上位で置いてる方も多い印象です。であと主なセンターとの比較はこんな感じです。まあやっぱり現役でね、柳田選手とか丸選手とかは強いところではあるんですが、まあただそこの次に、来るのがこの糸井選手のタイムスリップっていう感じになってますね。続いてオリックス金子千尋選手でございます。こちらに関しては評価特 A とさせていただきました。まあここも文句ないでしょう。上から全て5という評価になってます。まあちょっと実装サメンの部分に関しては人それぞれ感じ方違うかなっていうところであるんですが、まあ僕自身はリアタイのランク戦でこの間使った動画も出しましたが、あの動画以降もねずっとランク戦で使っていて、もう結構な試合数投げてもらったんですけど、やっぱり勝率高いですね。まだ見慣れてないっていうところも多分あると思うんですけど、現時点ではかなり強い印象を持ってますので、こういった評価になっています。で称号的には制球プラス3ですねをつけてオール A にできればかなり強いというところと、でなんといってもやっぱり球種の数ですよね。11球種でございます。ここに11って書くのもなかなかないと思うんで、まあこの威圧感半端ないなっていう感じであるんですけども、これでなおかつ限界突破5回で抑えいけちゃうんですよね。これがもう本当にチート級に強い。もちろん先発がいなければ先発に置くのがね一番はいいかなと思うんですけど、やっぱりこのゲームにおいて先発ピッチャーの能力がかなり高い評価になりやすいので、まあこの能力で抑え投手に置けてしまうのはかなり強いなっていう感じですね。でまあポジションのランキングに関してはまあまあ高い位置づけですね。先発に関しては本当にいろんな選手がいるので、まあ、圧倒的第1位第1位みたいな感じじゃないんですけども、まあここは十分に高い位置づけかなと思います。まあ間違いなく今回一番の目玉ですね。続いて巨人宇都宮選手でございます。こちらに関しては評価 A とさせていただきました。ここはですね、過去に登場した時よりも能力上がって登場してきたところでございまして、称号でね球威とスタミナに関しても A にすることができるので、まあそこの部分かなり評価させてもらいました。あとは自走作面の部分とかに関しては結構評価分かりそうだなっていう感じで、タイピンチ20-0プラスコントロール持ちなので、まあ打たれる方には当然打たれてしまうかなと思うんですけども、まあ使い方次第では刺さる可能性もあるかなと思います。あとは限界突破の部分に関しては覚醒とかでもね登場していたので3という評価にはなってるんですが、まあそことか取ってないとねかなり限界突破は辛いかなって感じです。続いて DeNA 内川選手でございます。こちらに関しては評価 A とさせていただきました。ここは上から4-4-4-5-4という評価なんですが、まあミートが圧倒的ですよね。やっぱりここに関しては88の A というところで、まあ称号次第ではミートですとかも狙える能力になっています。まあ、あとちょっと懸念すべきは守備かな。守備の能力が若干、低いというところで、まあ余裕があれば DH に置くのがいいのかなと思いますが、まあ適正的には57の D あればファーストに関しては問題ないかなっていう感じではあります。
まあ、あとは一応セカンドであったりとか外野というところもできる適性になってます。まあ、あと打順に関してもね、この地下選手迷うところかなと思うんですが、比較的何番でも、置きやすい選手かなとは思います。はい。であとは主なファーストとの比較なんですが、今年まだね通常の S ランクが登場してないというところで、去年の比較を出しておきたいと思うんですが、去年に関してはエキサイティングのビシエド選手に次ぐ、まあ、第2位第3位というところですね、位置づけになっておりました。というところではまあシリーズ1通してね非常に強いことがわかるかなと思います。シリーズ2入ってくるとね、外国人 OB であったりとか、まあ、通常の OB とかに関しても出てくるので、ファースト激戦区になりがちなんですが、まあ、シリーズ1に関しては結構現役が上位を占める印象はありますので、まあ能力的にはねこの近川選手取れておくとかなり、優位には立てるかなって感じですね。続いて阪神矢野選手でございます。こちらに関しては評価 A とさせていただきました。まあ、ここもキャッチャーの評価って非常に難しくて悩んだところであるんですけども、上から4-4-4-2-3という評価になってます。でおすすめの使い方はもちろんキャッチャーで、まあ、打順に関してはまあそうですね、アベレージヒッターで特殊能力持ってる点では上位でもいいのかなっていう感じあるんですけども、まあ、他に強い選手がね、いる方が多いと思うんで、まあ、そういった方に関しては7番行こうかなが一番はいいかなって感じです。まああとちょっと懸念するポイントとしてはキャッチャーとしての肩とかの部分かな。スローイング肩に関してはどちらも C なので、まあリアタイとかでは結構走られがちかなっていう感じはします。ただまあポジション内ランキング当然やっぱりキャッチャーの中では非常に高い位置づけになってますね。打撃3ステに関しては森友哉選手に次ぐ第2位、総合の6ステに関しては梅野選手、甲斐選手に次ぐ第3位という感じになっています。続いて広島笹岡選手でございます。こちらに関しては評価 B プラスさせていただきました。ここはですね上から 4-4-3-2-2 という評価でございまして、まあ能力、表の能力はめちゃくちゃ強いんですよね。まあ合計値もかなり高い、ところかなと思うんですが、まあやっぱり球種の部分ですね、球種が3球種しかないっていうところで、まあ超変幻自在とかに関して絡めていくのがなかなか厳しくなってくるかなっていう感じです。まあただここに関しては他の選手で補えれば当然強いと思いますし、まあ覇王上位とかでもね、この笹岡選手たまに使ってる方も見るかなと思います。ただまあ限界突破コーチをつぎ込む必要はあるかと言われると、まあなかなかちょっと長い目で見ても難しいところかなと思います。ただ、本当に表の3ステの部分とか能力に関しては悪くないです。続いて中日パウエル選手でございます。こちらに関しては評価 A とさせていただきました。ここはですね上から 4-4-5-2-4 という評価でございまして、まあ外国人 OB でも登場しているっていうところでワンランクね、トツとのしやすさの部分を上げさせてもらってます。でまあパウエル選手に関してはやっぱり一番素晴らしいのは特殊能力かな。ベヒー降格チャンスというね、最高の特殊能力3つ持っております。でまあ打順とかに関しても悩むところかなとは思うんですけども、まあ比較的何番でもね置けるタイプの選手かなと思います。ただまあセンターに関してはね替えが効くポジションでもあるし、まあ、圧倒的にねポジションの中でも高い位置づけってわけではないので、まあ、限界突破コーチを無理につぎ込む必要はないかなって感じですね。で最後ヤクルトラミレス選手でございます。こちらに関しては評価特 A とさせていただきました。まあここね正直めっちゃんこ悩みました。今回一番悩んだと言ってもいいかなっていう選手なんですけども、ミートパワーに関してはやっぱり最高です。82-83というところで、合計値に関してもシリーズゾーンの中でもかなり高い位置づけなので、まあ能力の部分は高い評価にさせてもらいました。ただね守備の部分なんですよね問題は。ちょっとやっぱりレフトの守備 E46 だとなかなか守備にはつかせづらいかなというところで、おすすめの使い方は DH になるかなと思います。のでまあ DH の枠で使えるっていう方とか、あとは単純にヤクルトの S ランクで能力の高い選手を持っていないっていう方に一番おすすめになるかなと思います。ただレフトの中ではね本当に高い位置づけになっていて、野手3世では3位、総合6世第7位という感じでございます。で最後一応比較は出しておきますが、こんな感じでございまして、まあ今現環境だとね現役のグラシアル選手、吉田正尚選手っていうところが2トップであるんですが、まあそこを持っていなければねレフトでは間違いなく強いところであります。ただそのレフトになかなか守備つかせられないっていうところがこのラミレス選手は辛い部分かなっていう感じではあります。とはいえやっぱりでもミートパワーの部分は非常に高いので、まあ、こういった評価になってます。なんでまあ本当にここに関してはチーム事情次第で評価がガラッと変わる選手かなっていう感じでありますが、まあ、今回はこういった評価をさせてもらいました。はい、ということでございまして以上ですね12選手の徹底評価やっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ本当に今回第3弾に関しては全体的にかなり高い水準の評価になったかなと思います。でもその中でもね今回得意にした松井和夫選手、金子千尋選手、ラミレス選手、この3選手に関しては長い目で見ても限界突破コーチを突っ込む価値はあるかなと思います。まあ金子千尋選手に関してはね、これそれこそエキサイティングも出たので、こんなに限界突破コーチつぎ込まなくても極みにできるっていう方もね多いかなと思うんですが、まあ松井和夫選手、ラミレス選手に関してはポジションの部分とか、あとはまあ球団枠っていうところを考えても、まあ、チーム事情を考えてね限界突破コーチはつぎ込む価値がある選手かなと思います。
はい、ということでございまして、結構駆け足で終わったと思うんですが、以上12選手の評価させてもらいました。まあ何度も言うようになりますが、今回のラインナップに関してはもちろん強いんですけども、結構チーム事情によってね、この第3弾に関しては狙いの選手多い少ないっていうところは変わってくるかなと思います。あとはリアタイ向きな投手っていうところもね、何人か登場してるので、そういった点ではリアタイ勢もね、楽しめる第3弾になったのかなというふうに思いますので、まあぜひね、今回の動画含めて狙いの選手をね、まあ、改めて考えていただいて、ガチャ回すなり累計引くなりランキング走るなり、あと当たった選手育成するなりね、していただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともご覧いただければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォロー等々よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。